どうしたの先生、もじもじして。そんなんじゃ休み時間終わっちゃうよ。ああ、もしかしてペディキュアの塗り方わからないとか。やり方は簡単だよ。まず塗るところをよーく見て。昨日友達と行ったカフェがね、ほんとすごかったの。今度一緒行こう。先生、ちょっと疲れてない？あっちで一休みしよっか。うわー、この仕事量、私だったら諦めてたかも。先生、有能なんだね。先生、昨日の自撮り見る？どう？かわいいでしょ。スマホの壁紙に、それはちょっと恥ずかしいかも。仕事なんてささっと終わらせて遊びに行こうよ。